から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。8レースのスタートは嫌いました。センター3コース3号艇中見城、2コースは2号艇浜野屋も行きますが、1周1マークはインコース1号艇寺田がまずは逃げていって打ち刺していったのが2号艇の浜野屋。さあここは浜野屋差し届いてきました。1号艇寺田を捉えてバック中間地点、判定心一定心出してきました。内寄りから6号艇馬場もやってきますが、トップは2号艇浜野屋が一定心前出ました。スタートは前提正常、2マークは2号艇浜野屋が先頭でクリア、2番手6号艇の馬場が旋回、1号艇の寺田が差し返して直線コースホームストレッチへ帰っていますが、先頭2号艇浜野屋の内側迫ってくるのが6番の馬場。さあ6番馬場が2番の浜野屋を捉えまして先頭争いに持ち込みました。2周目ラッシュランマーク、先頭は6号艇馬場がここはリードを取るか、2号艇浜野屋つけて回っていったんですが逆転しました。6番の馬場吉也が先頭、2点心3点心リードを作って内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。12レースのスタートは嫌いました。2コースからわずか2号艇の篠崎がスリット先行、1周1マークですがインコース1号艇の白井ですが握っていくのが3号艇の深谷、内から5号艇の馬場でバックスレッジへ入っていきました。さあここは5号艇の馬場が3号艇深谷を捉えて5番3番トップラスイ、スタートは前提正常でした。その後ろは定冠少し離れて1号艇の白井現在3番手の位置、スタートは前提正常で1周2マークは5号艇の馬場が先頭でクリア、2番手は3号艇の深谷となりまして5番3番の体型で直線コース、レースはこれから2周目入っていきます。 SG で外枠2走で連勝っていうのはどんなお気持ちでいらっしゃるんでしょう。いやもうほんまに運を使い果たした感じです。はい、いやいや、この体型で1マークに向かいます。1マークは内側どんな風にご覧になっていたんでしょう。いやもう胴体と思って、うん、もうまくり差しだけ考えてきましたね。はい、いわゆるここが勝利のというところはスポンと見えてきた感じでしたか。ハンドル切って立った時に船の向きとかすごい良かったんで、はい、しっかり空いてるところに行けたんで良かったです。はい、見事な外枠連勝ということになりました。清水3勝目、はい、最後にでは明日に向けて一言メッセージをいただけますか。はい、最高の流れで横につなげられたので、横にもしっかり集中して頑張ります。ご視聴お願いします。